ちょっとこれです。YouTube の事務所のルームですかね。ヒカキンさんとかがいるルームからちょっと来ないかみたいなメールが来たんで、で僕はまあその特にそういうつもりはないんですけど、動画撮らせてくれるなら行きますみたいな結構失礼な返信したんですけど、あいいですよみたいな。会社の中身は映せないですけどみたいなこと言ってたんで、まあちょっと行かせていただけますね。まあもしかしたら行った後洗脳されて帰ってきてるかもしれないんですけど、まあ、最近ウームってそんなになんかいい評判聞かないじゃないですか。はい、なんでねそこら辺向けに聞いてみたいかなと思うんですけどね。平日しかやってないっぽいんで、途中で帰らせていただくっていう。言っても僕ってまぐれあたりでただ一時期だけグッて伸びたのかなっていう感じがするんで、そんなになんか事務所とか入るあれな感じしないですけどね。どっちかっていうとウームとかってスターになる人を集めるところじゃないですか。で T シャツとかタオルとか売るの、まあ、それとは別でなんか別枠でなんかネットのおもちゃ枠ってあるじゃないですか。僕どっちかっていうとスター枠かネットのおもちゃ枠かって言ったらネットのおもちゃ枠目指していきたいっていうところはありますよね。来ましたね、六本木駅。前ね僕ここら辺住んでたんで結構散歩とかで来たことあるんですけど、まあ六本木のイメージというとガチ東京ですよね。その東京駅とか六本木駅っていうのがなんかそこら辺のお店入るだけで経営者みたいな人とかが喋ってたりするんで、盗み聞きしてるだけでも結構勉強になったりするんですよ。でこれがウームの入ってるビル、東京ミッドタウンのタワーの中にいるらしいですね。お金持ちですね。てかここなんか見覚えありますね。迷惑系 YouTuber 28かウーム、あありやしたね。ここで座って待ってるとウームの人が来てくれるらしいです。いやでもなんかいやちゃんとした会社ですね、ウームっていうのは。あ今8時半なんで多分ウームの人結構忙しいブラック大変だなって思いましたね。お水をもらっちゃいました。その就活とか会社に行ってもらう水飲めないあるあるってありますよね。ロビーで待ってたらすごいなんかイケメンな男性が来て、おって思いましたね。おーこれがウームの正社員かっていう、なんかインタビュー的な質問を何個かされて、でその後企業説明会みたいな感じでパワーポイントとか使っていろいろ説明してくれましたね。その僕結構ウームは悪だみたいな情報が出回ってた取材のキッズなんでどうなのかなと思ってたんですけど、あれは、まあ、ちゃんとあれですね、パッケージですね、大企業パッケージみたいな。で一人で YouTube やってる分には受けられない福利厚生とかがみんな受けられるっていう感じでしたね。やっぱ上場企業なんでそういう仕組み化してるんだろうなっていう感じはしましたね。ただやっぱり感じたのはコモディティ仕組みがちゃんとできちゃってすぎちゃってて変なことしづらいなっていう感じがしましたね。ネットのスター系の人だと T シャツとかタオルとか売ればまあお金になるんでしょうけど、瀬萩さんとか結構会議で名前に出たんですけど、でそっち目指すともうちょっとトリッキーに生き抜いていく必要があるような気がしましたね。なんていうか大企業安心パッケージの
中で一人でちょっと変なことやろうとしだすと、またあれじゃないですか、偉い人に一回相談してからいろいろやるみたいなあれにはなりそうですね。まあでもそこはまあでも正しいですよね。会社的に一人の所属してる人が変なことするだけでも、それ気づいてませんでしたっていうのだとやっぱ済まされないっていう話なんで、まあ知らないうちにまずいことやっちゃってたとかもあるかもしれないんで、一度人に確認してもらうっていうのはまあ大事なことですよね。まあ、全然悪い人たちじゃなかったです。全然なんか入ってくださいねみたいな感じですらなくて、まあお互いメリットあるようだったらみたいな感じだったんで、普通の社会人のあれっていう感じでしたね。まあ実際所属するのかどうかってところですけど、まあ、僕の作戦としては返事しないでおいて、なんか助けてもらえそうな時になったら助けてもらうっていう、それがいいような気がしましたね。